用カードの紹介をしていきたいと思います。今日はね、ラバーゴーレムについて紹介していきます。このカードはめちゃくちゃ強いです。このカード手札から出す場合、相手フィールド上のモンスター2体を家に捧げて、相手フィールド上に特殊召喚しなければならない。このカードはコントローラーのスタンページする前に、コントローラーに1000ポイントのダメージを与える。このモンスターを特殊召喚する場合、このターンは通常召喚できない。これめっちゃ強いよ、だって。この相手モンスターがフィールド上に2体の時に牽引して、このモンスターを出す時で、相手はこのモンスターがいる時で毎ターン1000ダメージ食らわなきゃいけないんだよ。まあ、つまり、要するに、生贄封じの仮面とか発動された日にはもう、これとかも、もうマジで相手にとった恐怖だからね。しかも、グラビティバインっていうカード出てたらもうマジでラバーゴレムはもう恐怖だから、ほんと。マジで恐怖のカードだよね。溶岩マジにラバーゴレム。ほんとに恐怖のカードだと思う、これ。相手からしたらね、これ。もう、ただの高レベルの自分にダメージを与えてくれるだけの害悪の存在になっちゃうから、マジ最強だよ、これ。